キリンプレゼンツ、どうもお疲れ様です。コイムーです。飲酒動画の時間がやってまいりました。今日飲むのを最初さささ今日飲むものを早速紹介いたしましょう。タイムキリン淡麗プラチナダブルね。プラチナダブルという何がダブルかと申しますとですね、プリン体ね、痛風なんかの原因になってんでしょ。プリン体っていうのはね、それがゼロ、そして糖質もゼロ、ダブルゼロでございます。ね、早速飲みましょう。出てこいや。タッタッテレッテレレ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 レ、寿司食いねっつってね、寿司は出てこねえよっつってね言っておりますけども、でん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 で、やっぱりちょっとさらっとしてるね。うん、クリーミー感はゼロですね。クリーミー感もゼロで、トリプルゼロ。もうさすがだね、さすがだね。何がさすが、これね、これゼロ系のビールがあるんですよ結構。いろんなとこ出してるんですけど、全部ダブルゼロみたいなね、結構出してるんですけど、やっぱね、こうキリンのね、こう淡麗シリーズ、一回グリーンだよの回でも言いましたけど、このシリーズがやっぱうまい、キリンがうまい。キリンプレゼンツいうことですね。いいですね。うん、まあまあ普通のビールに比べたらね、やっぱりかなりさらっとはしてるけど、ゼロ系の中では相当うまい方だと思いますよこれ。まあ、糖質ゼロっていうのもあって、プリン体までゼロっていうのはね、今現在多分ちょっと間違ってたらすいません、3種類か言っても4種類ぐらいしか出てないんですけど、その中では多分一番美味しいと思いますね。ちょっと暑いねこれ、このパーカーの上にこれを着たのが間違いだったね。うん、ちょっとせっかくお酒飲んでソムリエ T シャツ着てみたんですけど、ちょっと暑い。そして今日のおつまみの紹介の時間です。イカピー、イカピー&ダブルゼロ。イカピー、これ知ってます？これうまいですよ。これチャックベリー、こんなんです。これ知ってますか？これは基本的ですよ、私の中では基本的ですよっていうか、超ベーシックおつまみですよ。最高、最高だわ、うん、最高だわこれ。うん、こんなにこぼすとこだった。うん、うん、うまい、うまいね。この間ね、紹介したギンビスの焼き枝豆、ね、なんでこうなってるか知らないけどギンビスの焼き枝豆のもうすごい美味しいですけど、これもおすすめです。うん、うまっ。ビールには最高だね。今日ね、昨日寝る前っていうか、ちょっともう1週間のね疲れがどっと溜まって、うん、ちょっと いろいろ仕事は残ってたんですけど、無理やり寝ました昨日は。うん、うん、その結果寝すぎて首を寝違えるパティ、こうやった時にね、こうやった時にえってね、こうやった時にえってなりますから、うん、あんまり今日はこうできないけど、うん、ご了承ください。うん、あ、うまい、落ち着くんだよこれは、落ち着く系のうまさなんですこれは。うん、
そういえばこの間動画をなんだ編集してて気づいたんですけど、それではまたお会いしましょう、ピーってやってるんですけど、これ何なんでしょうね。これ自分でも全く意識してなかったんです。これピーっていうのはこれ何なんでしょうね。意味がわからない。せいや何回かなよ、多分結構やってるんですよ。あれ全然意識してないの、奥さん。奥さん、いや疲れてるってことです、うん、今日ちょっとゆっくり飲もうかしら、うん、でね、いつだったかな、何日か前にツイッターでちょっと それではまたお会いしましょう、ピー。Yeah.